2段目いきますね。マスカラ、アイブロウアイテム。マスカラとアイブロウが入ってます。で、マスカラ、アイブロウに関しては、スタメンとかじゃなくて、量が少ないので、全種類やと思っていただければいいかなと思います。じゃあ、紹介していきます。まず、ケイトのラッシュマキシマイザー、よく使います。と、ヒロインメイクの第3のマスカラ、こっちスーパーウォータープルーフのブラックと、こっちがアバンストフィルムのブラウンです。タルトのライトカメララッシーズとスプラッシーズ、ウォータープルーフとウォータープルーフじゃないやつが入ってるんですけど、これすっごいパンダ目になっちゃうのでちょっとなんかね難しいんですけど、はい、2本入ってるのと、メイベリンのスナップスカラのブラック、ヒロインメイクの、ダイヤル式のやつですね、ボリュームコントロールマスカラの02番茶色と、トゥーフェイストのベターザンセックス、すんごいフルボリュームのやつなんですけど、これももう目の下真っ黒になっちゃうんですよね、時間経つと。とか夏にはあんまり向いてないかなと思います。もうもっぱらヒロインメイクばっかり使ってるのであんまり出番が少ないんですけど、マスカラ結構入ってるんですよね。とメイベリンのラッシュセンセーショナルです。これもあんまり使ってないかな。エチュシェの赤い下地ラッシュバージョンアップっていう、もう真っ赤なやつです。これもたまにベースとして使います。ウェットエンワイルドのマックスファンタ、マックスファンタティック、タイで買ったやつなんですけど、すごくないですかこのブラシ。でも繊維とかは入ってないので、綺麗にセパレートしてくれるタイプのやつですね。フローフシの、これは何？モテマスカラのテクニシャル1っていう、黒くないやつ。黒いんですけど、これ繊維が黒くて、クリアなマスカラに黒い繊維が入ってるってタイプのものです。ロレアルパリのアンリミテッドマスカラ。スペイン行った時に買いましたって言ってた、こういう曲がるやつですね。で、ここからアイブロウなんですけど、まず、アナスタシアのブローポマード、これですね、真っ黒のやつ。これは最近出番少ないので箱に入れたまま入れてるのと、とビセのカラーリングアイブロウパウダーの BR1 番黄色っぽいやつです。メイベリンのファッションブローパウダーインペンシルってやつかな、 CM してるやつです。これ今日使ってるんですけど、あんまり気に入ってないですね。書き心地が、仕上がりが結構ベタっとしちゃうので、その辺はちょっとうんって感じなんですけど。とユーアーグラムのスリムスケッチアイブロウペンシルの BR4 番、同じくユーアーグラムのリキッドのアイブロウ、これもたまに使います。ちょっと明るいんですけどね、色が。ニックスの細い、これ大好きですのブラウンとブラック入れてます。あとユーアーグラムのアイブロウマスカラ BR の1番とビセのカラーリングアイブロウマスカラの BR5 番、暗い色ですね。マスカラアイブロウはこんな感じです。じゃあ次はアイラインと、あとこういうちっちゃめのアイシャドウが入ってるところを紹介していきます。ニックスのスライドオンアイペンシルのこのターコイズブルーみたいなねペンシル、これは目尻にちょっと入れるだけですっごい夏っぽくなって大好きです。とそれの、ブルー、濃いめのブルーですね。今はでも水色の方がよく使ってます。ケイトのマイカラーペンシルのピンク、これ結構昔に買ったやつ、たまに使います。セザンヌの極太アイライナーのブラック、ニックスのアウトアイペンシルっていう、こういう繰り出しタイプのブラウンのアイラインと、ラブライナーのダークブラウンと、それとセットになってたペンシルのアイライナー、これは粘膜を描くときに使ってます。ニックスのジャンボアイペンシル609番っていう、使いやすいブラウンです。見えるかな、見えづらいですよね、ごめんなさい。あと1本ありました、ケイトのスーパーシャープライナーの BR1 番です。アイライナーはこれぐらい、少ないですよね。
カスカスやったやつ全部捨てちゃったので、とこれがあの電気シェーバーの刃先、こんなとこに入ってます。とあとペンシルを削るやつ、これでもサイズ合ってなくて全然なんかね削れないんで、ニックスでちょっと新しく新調しようかなと思ってます。チークなんですけど、ここに入ってるんですよね。キャンメイクのパウダーチークスの PR40 番、オレンジじゃなくて黄色です。今日はちょっとオレンジっぽい上からさらにちょっと黄色みを足したかったので、これを大胆にバッて重ねて使ってます。とアイシャドウはエクセルのスキニーリッチシャドウ SR03 番、ロイヤルブラウンっていうカラーですね。まあ無難に使いやすい、時間がない時はこれをもうササササッと使うので結構減ってるんですけど、今日は目の下にここのカラーを一つだけ使ってたり、まあ本当に一色だけ使う日もあればこれで仕上げちゃう日もあるってぐらいよく使います。フィジサンズフォーミュラーのこのグリッターパレットみたいなキランキランのやつですね。これも気に入ってます。 RMK のカラーパフォーマンスアイズの02番、ブラウン、ブラウンなんですけどオレンジのアイシャドウです。あと3コンセプトアイズのマルチアイカラーパレットプロットツイストっていうやつです。これは原宿で買いました。はい、3段目終わり。あとはリップで終了です。じゃあリップはね2段に分かれてて、こっちは主にスティックタイプのものが入ってるのでこっちから紹介していきます。まず私の好きなこの MAC のハガブルリップカラー、このシリーズが私本当に大好きでいっぱい持ってるんですけど、その中からちょっと夏っぽいカラーをチョイスしたのでこれをまず紹介していきます。まずこれが MAC のハガブルリップカラーのソウルフルっていう明るいピンク色、コーラルっぽい感じのカラーですね。今のハガあのソウルフルよりちょっと赤っぽいオレンジっぽいカラーで、これがファッションフォースです。まあ結構オレンジっぽくなります。リップをつけるとさらに深い赤っぽいちょっとピンクっぽいこれがアウトフォーパッションっていうカラーです。これが一番よく使うハガブルリップカラーのベアハグっていうカラーです。結構コーラルピンク系ばっかり持ってるんですけど、このシリーズ。あと冬用に置いてるのはもうちょっと暗いカラーがあったりするんですけど、こういう明るいカラーばっかり入ってます。こっちが MAC のリップスティックのフラミンゴ、これもよく使ってました、去年の夏から。夏になるとこのねこういう私は明るめのコーラルピンクが使いたくなるんですよね。大好きですこれ、フラミンゴ。アーバンディケイのリップスティック、ちょっとね読み方がわからない、テロップに書いておきます。結構白っぽい発色する明るめのこれもピンクですね。これコーラルピンクっていうよりはもうしっかりピンク色っていう感じのカラーです。同じくアーバンディケイのこっちはコーラルピンクコーラルピンクばっかり、ちょっと赤みが入ったピンク。シュガーのリップトリートメント、これはもうクリアで色がつかないリップトリートメントです。これは最近買った新パッケージになったオペラのリップティントの04番、オレンジ。初めて買ったんですよねオペラ。シャネルのルージュココシャインの97番、赤みの強いオレンジ色。イヴ・サンローランのルージュボリュプテシャインのナンバー15、コーラルピンクですねこれも。とクラランスのコンフォートリップオイルの04番、ピンク色。とこれが07番のイエローのラメのゴールドですね。この2色、オレンジリップの時結構この黄色を上から重ねるとよりオレンジ感が出て、しかもプルッとしてラメも入ってくれるので最近よく使っています。ランコムのジューシーシェイカーの301番メリメロン、これもコーラルピンク。結構発色いいので、グロスっぽい使用感っていうかオイルっぽい使用感なんですけど、割としっかりと色がついてくれるので私はこれ気に入ってます。しかもすごいいい匂いする。セフォラのこれはね
あのプランパーなんですけど、これもしっかり発色するんでめっちゃ気に入ってます。セフォラのプランパー、これね通販で他の色買おうかなと思うぐらいすごい、結構スースーしてくれる、そのスースー度合いが私の好み、きつめにスースーしてしかも発色してくれるので、プランパーをつけてリップつけたり、リップつけてプランパーつけなくてもこれ1本でどっちもしてくれるので気に入ってます。しかもそんなに高くなかった、ちょっとちっちゃめなんであれですけど、エクセルのリップケアオイルの5番、今売ってる偏光ラメの入ったクリアのリップオイル、メイベリンのビビットマットリキッドの2番、これもビビットな本当に蛍光ピンクって感じのリップ、ジバンシーのアンテルディテンプテーションの08番、もうほぼちょっと赤に近いようなきつめのオレンジです。はい、リップスティックはこんな感じです。じゃあこの下を紹介していきます。まずこちら、秘密シークレットリッププランパー、リップ美容液です。秘密のクリア、これが一番私が持ってるやつの中でヒリヒリするので、メイク始めるときにつけてぷっくりさせてっていう感じで毎日使ってます。ディオールのリップマキシマイザーの一番シンプルな01番のベビーピンクっぽいカラー、これもうちょっとでなくなりそうです。持ち歩きにこっちを持っていってます。ポーチに入っててちょっとおしゃれなのでフィジサンズフォーミュラのプランプポーションのラメの入ったピンククリスタルポーションってやつですね。もうほとんど白っぽいんですけど、これはラメが入ってるのであんまりね外につけていかないんですけど、まあ、それこそ家にいる時にちょっとつけたりとか、ちょっとプランパーつけたいなって思ったりする時に使ってます。でもこれは使用頻度やっぱり少なめですね。どっちかといえばこっちの2本をよく使ってます。ロレアルパリのユイルカレス803番リップオイルです。オレンジ色のね、オレンジ使いたい時これよく使ってます。ティントインオイルの OR1番オレンジレッドです。もうオレンジレッドって結構オレンジっぽいんですけど、唇につけると割とピンクっぽかった、赤っぽかったっていうのかな、ちょっとこう唇のベースのカラーと混ざってあんまりオレンジ感はなかったです。でも結構こうオイルのツヤっとした感じが持続してくれるので、ティントでツヤっとさせたい、もしくはツヤを持続させたいって方は結構いいかもしれないですね。キャンメイクのステイオンバームルージュの02番、これもオレンジで割とよく使います。これが唯一ちょっと秋冬っぽいカラー、こういう深いカラーなんですけど、あ、オピュですね、これものウォーターライトティント、これもツヤっとした感じがどちらかというと持続してくれるので、ご飯食べに行く時とか使ったりしてます。人気ですよねこれ、すごく今。イヴ・サンローランのボリュプテティントインオイルの11番、これももうすぐなくなりそう、ベビーピンクっぽいちょっと薄く色づくぐらいのオイルと、私の大好きなこのシクスティブランドのリップグロスのブルーパルフェっていう赤とブルーの2層のものです。これすっごい、これもティントではないんですけどツヤの持続がすごいので結構まったりしてるんですけど、仕事してた時は接客業だったのでこれよく使ってました。これがエトボスのミネラルリッププランパーのハニーリッチっていう、ちょっとベージュっぽいオレンジがかったベージュっていう感じのカラーですね。ただちょっとリッププランパーなんですけどオレンジの皮みたいな香りがするので、つわりが来てから使う頻度が少なくなりました。まあ今は大丈夫なんですけど、あまりそう柑橘系のちょっと苦味のあるような香りが得意ではないので最近あんま使ってないです。キスのスライドルージュの07番、これもピンク色です。これすごいポケットにシュッて入れられるし、出して片手で塗れる、しかも細くってすっごい塗りやすいので大好きです。レブロンのカラーバーストラッカーバームの105番、キラッとした薄めのピンク色です。
ミントの香りがする。同じくレブロンのキスシュガースクラブリップバーム、このお砂糖のねジョリジョリが入ったリップバーム、これは去年限定で出た時に買ったんですけど、今は多分スタメンなのかな、普通に売ってると思います。これもメイク始める時に使って、ちょっとこうやってリップを潤してガサガサを取ってから拭き取ってリップ塗ったりとかします。マットリップを塗る時に使うこの MAC のプレッププライムリップベースです。マットのリップがカサカサしないっていう有名なリップベースですね。あとカラコンがちょっとだけ入ってて、これがミッシュブルーミンのペールジャスミンがワンセットと、私がつけ心地よくて気に入っているピエナージュリュクスのチャンスが2セット入ってます。どちらもドなしです。目は悪くないのでカラコンはいつもドなしで買ってます。ここの2つだけ、2種類だけよく使うかなと思って入れてるんですけど、カラコンのストックもまたあっちに結構あるので、それもまた紹介できたらいいかなと思います。はい、以上でスタメンボックスの中身終了しました。はい、ということでいかがだったでしょうか。長い動画最後まで見ていただいて本当にありがとうございます。一応まあそんなにねたくさんもう溢れるぐらい他の YouTuber さんみたいにコスメを持ってるわけじゃないんですけれども、その中から、夏使えそうな、コスメだけを選択してここに入れております。長くなりましたが今回は私の、2019年夏コスメスタメンボックス2019年夏のコスメスタメンボックスの中身をご紹介いたしました。この動画が面白かった、楽しかった、参考になったという方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。